はい、こんにちは、ロンチャンネルです。 KLC 動画もシリーズ化して今回で3回目ですね。また4つ買ってきましたので4つ一気に開封していきます。はい、まずは1つ目ですね。開けます。よっと、はい、せーので、と、お、来た。ロックシードいきなり来ました。そして金はどうだ。あ、金はないですね。またコメント欄からご指摘があったんですけど、ここに金マークがプリントされてるんじゃなくて、金マークのシールが貼ってあるらしいです。まずはこれで一つ応募できますね。ロックシードマークは出やすいらしいんですけど、前回のハズレラッシュは何だったんですかね。はい、二つ目いきます。出ちゃった。はい、せーの、でと。お、ハズレです。外務マーク。そして金マーク。ない。ないねえ。いきます。ざっと。あ、また外れ。また外れ、ドン。ない。ないねえ。ベルトを買って、ロックシートの楽しさが分かったんで、どうしてもね、欲しいんですよ。まあ欲しいっていうか、当てたいんですけど、充電チョコがね、あんな結果だったんで、今回は当てたいなぁ。ない。ない。ないじゃないや。ハズレ。なんか、ハズレ多すぎじゃないですか。コメント欄から、4つ買ったら全部これでしたよとか言われるんですけど、逆に僕ハズレばっかなんですけど。ただ、こっちがハズレてても、こっちにね、金色のマークがあるかもしれないですからね。せーので、はい、ないね。はい、ないね。はい、はい、なりませんでした。はい、あっという間に4つが開け終わりました。というわけで、外部マークが3つと、ロックシードマークが1つ。これで1回応募できますね。それと、前回の分がありますので、こちらでも5枚集めて1回送れます。もう僕的には、今月にも当てたいんですけど、どのくらいの確率なんですかね。以上、今週の KLC 動画でした。